はいどうも皆さんこんにちは、気ままにタコカリのタコです。今回は奈良と大阪をつなぐ308号線暗がり峠にやってきました。以前ね、暗がり峠を下るっていう誰が見んねんっていう動画を撮ったんですけど、その時に暗がり峠のグルメ紹介するの忘れてたっていう、ちょっと県民 YouTuber ならぬことをしてしまったので、改めて今回ご紹介しようと思い伺いました。めちゃくちゃ美味しい絶品グルメ紹介していきますので、この動画最後まで見ていただけたら非常に嬉しいです。で、私事ですが、2022年、私目標があります。それはチャンネル登録者数1000人を突破すること。まだ駆け出しで全然登録者数は増えていないんですけども、それでも僕のことを登録してくれてる人には本当に感謝しかないです。チャンネル登録者1000人行くためにも、タコク頑張れ、応援してんぞって思っていただける方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは動画の方行ってみましょう。レッツゴー。暗がり峠に行ったらまずは行ってほしいお店、それが峠の茶屋末広さんで、じゃあ早速メニューを見ていきましょう。ちなみにコーヒーフロート美味しそう。ここに来るお客さんはツーリングやランニングをする人などアウトドアな人が多かった印象があります。ここはかき氷も人気メニュー、どれも美味しそうで、ね、これ全部1000円以内で食べられる非常にリーズナブルなお店となっております。外観はこんな感じ、ゆったりのんびりした空間で休憩することができます。ところで僕は野菜カレーを頼みました。野菜カレー大盛り、結構なボリュームでしょう。野菜カレー自体は約11種類の野菜が入っております。非常に美味しい。いや、カレーもパクッといっちゃいます。ちょっとこぼれたね。リアクションすんの忘れてんな、おい。リアクションせえよ、もうパク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 、ゾウさんパクパクか、お前。ということで食べちゃいました。早い、ごちそうさまです。でね、ちょっとかき氷行こうかなと思ったんですけど、わらび餅が目に入ってちょっと気になったのでわらび餅を選択。600円ですか、500円ですか、ちょっと聞いております。こちらの値段、わらび餅単体のお値段になってまして、アイスコーヒーなどをセットにした場合は750円でお得に食べれますよというご案内でした。ですが僕はわらび餅だけを選びました。ということでわらび餅がランディング、早速運ばれてきました。結構もう見た感じプルプルしてるのが見えるんじゃないでしょうか。この乗っかってるきな粉も美味しいんですよ。このプルプル感見てください、この弾力、たまねー。じゃあ早速パクッといっちゃいます。いただきます。いただきますわ、忘れてるぜ。およ、あーもうちょっとリアクションするの忘れてんな。あーもうリアクションするの忘れてんな、考えてんな、この後なんて言おうかなってちょっと考えてんな。うん、リアクション忘れてますね彼。あ、ちょっと分かったかな。でもね、わらび餅自体は本当にサクッと食べれてもちもちっとした食感、なんか僕スーパーで食べてるようなわらび餅ってちょっとベチャっとしてるようなイメージだったんですけど、めちゃくちゃ美味しいですね。食べた後のお茶がまだたまらないんですよ。あ、もう見てください、もういい顔してますね。ね、ということで食べました、ごちそうさまでした。じゃあ入りましょうかと思ったら、おいどこ行くんだい、おいおいどこへ行くんだい。そうです、まだ行くんですよ。このまま終わらないのがタクオーク、まだまだ食べますよ。ちょっとスマホを持っているのが見える、早送りして下へ奈良方面に降りていくと段々畑が見えました。でこちら UUU というカフェみたいなおしゃれなお店です。ガードレール沿いに立っていて、本当に地震起きたら大丈夫かなっていうような立地なんですけど、山小屋カフェ、メニューはこんな感じ。こちらもかき氷が食べますね。パンケーキも非常に美味しそう。じゃあ早速メニュー見ていきましょう。いやー、いっぱいあるな、どうしようかな。でもさっき野菜カレー食べたからな、しかも大盛り、大盛り食べたからもう食わんやろうと思って。え、ハンバーグ丼、ハンバーグ丼いっちゃう。でデザートも、デザートもちょっと見ているぞ。どれを選ぶんだ、どれも見ているが、ブルーベリージャム、ブルーベ、はい、ハンバーグ丼、ハンバーグ丼と、はい、どうブルーベリージャムと蜂蜜パンケーキセット、ブルーベリージャムと蜂蜜パンケーキセット、はい、大丈夫かお腹、はい、さっき食べたばっかりですよと思ったらもう運ばれてきました。ハンバーグ丼です、ハンバーグ丼が来ました。この味噌汁もまたほっこりして美味しいんですよ。もう見てくださいよ、タケノコがもうふんだんに入ってます。そしてこのハンバーグ丼ですよ、この卵がプル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 揺れています。後ろの彩り野菜がハンバーグを非常に引き立てていますね。このぷくっと出てくる卵がまたこれたまりません。あんまり美味しそうに映せてないぞお前、あんまり美味しそうに映せてない。
なんかちょっと卵が引っかかってるし、ということで早速いただきましょう。本当にカフェ空間みたいなお店だったんで、カップルでも一人でも休憩できる場所になってるんじゃないでしょうか。味噌汁をこちら堪能しております。あーちょっとリアクション出てきたかな。あ、じゃあ野菜もいっちゃいましょう。野菜カレーの後の野菜、ちょっとリアクション覚えてきた、リアクション覚えてきたかな、カレー。あーいいですね、いいですね、すごく頬張ってますよ。後ろのプロペラがいい感じに回ってます。ハンバーグ丼もいただきましょう。おいい顔ですねいい顔してますよ、彼。ちょっとリスぐらい頬張ってますよ。リスぐらい頬張ってますけど大丈夫ですか。というところでもうペロッと食べちゃいました。ごちそうさま。休む間もなく来ました。それがこのパンケーキセット、ブルーベリージャムと蜂蜜のパンケーキセット。うわー、これはもうたまりません。見ているだけで思い出してきた。めちゃくちゃ美味しそう。さあちょっとうまく見れますかね。あ、ちょっといい感じですね、いい感じに映ってますね。じゃあ最後ちょっといただきましょう。ガツンといっちゃいましょうよ。何の顔。食べますよ。いいリアクション、いいリアクション。こちらも美味しいんですよ。蜂蜜がね、これがふんだんにかかってるんで、もう甘くてめちゃくちゃ美味しいです。この渋い表情はどういう顔だ。ブルーベリージャムもめちゃくちゃいいアクセント効かせてるんですよ。もうたまりません。うなずいてますね。これめっちゃ美味しかったですよ。ということでまたペロッと食べちゃいました。ごちそうさまです。ふう、ちょっと疲れたか。じゃあもうそろそろ帰りましょうかと。いやー、食べました、ごちそうさまです。あー、もうこんなに食べたらもう、おーっと、まだ行くのかお前、まだ行くのかい、まだ行くのか、行かないのかい、行かないのかい。さすがにね、野菜カレー、わらび餅、その後のハンバーグ丼、そしてパンケーキ食べたらもうさすがのタクウォークでもお腹いっぱいですよ。じゃあね、ちょっと大阪方面に登りながら車の方に戻って行きました。はい、ということで帰ってきました。いや、野菜カレー大盛りの後のハンバーグ丼来ましたね。末広さんとゆうゆうゆうというお店に足を運びました。末広さんは営業時間が9時半から午後の4時半までやっております。で、定休日が毎週水曜日と12月の中旬から2月の末ぐらいまでの平日はお休みしているとのことでした。食べるスペースがね、やっぱり外なんで冬やと寒いんですよね。寒い中クッコーみたいな感じになるんで、店内でも食べれるんですけど、やっぱり外で食べた方が美味しいというところで、冬シーズンはちょっと休業しているとのことです。お店は12時頃行ったんですけど、結構にぎわってましたね。その時間帯はやっぱり駐車場はお店を過ぎたあたりのちょっと畑みたいなところがあるんですけど、末広さんの専用駐車場が4台ぐらいあるんで、車でお越しの方はそこに停めれます。バイク自転車の方は店内に置くことができます。ここ約6から10台ぐらい停めれるんじゃないかなっていうスペースだったんで、皆さんねちょっと仲良く並んで止めるようにしてあげてください。で、今回は人気メニューの野菜カレー頼んだんですけど、もうゴルゴルしてめちゃくちゃ美味しかった。いろんな種類の野菜入ってるし、その中でもやっぱり外で食べるっていうのが美味しさが増しますよね。バーベキューじゃないですけど、今回はもうありがたいことにめちゃめちゃいい天気の日に行けたんで、皆さんも天気のいい日に行ったらもう気持ちいいこと間違いないんで、もうぜひ行ってみてください。で、周り見渡すとちょっとかき氷注文してる人が多かったなと思うんで、かき氷見たらもうかなりボリュームありました。それもね、また今度行った時にはもうぜひとも食べたいですね。で、わらび餅がもうサクって噛み切れるんですけど、噛めば噛むほどもうもちもちとした食感が出てきて、すっごい美味しかったです。あれは絶品デザートですね。で、その後徒歩2分で行ったゆうゆうゆうというお店に足を運びました。こちらは営業時間が平日午前10時から午後4時半まで、土日は午前9時から午後5時までとなっております。定休日は月曜日と木曜日。僕が行ったのが午後1時頃だったんですけど、店内はもう結構人で埋まってて、入りたいんですけどって言った時にはもうちょっと今待ってもらえますかっていうぐらいちょっと人気なお店でした。駐車場なんですけど、こちら駐車場がないんですね。お店側の方にガードレールがあるんですけど、そこのガードレール沿いに止めてくださいとお店の方が言っておられました。そこですとだいたい 3,4 台は止めれるのかなと僕の見た感じでは思ってましたね。自転車やバイクの人もそこに立てかけたりしてたんで、お店側のガードレール沿いに止めていただけるといいかと思います。で、今回食べたハンバーグ丼、カレーライスの後だったんですけどね、でも、もう絶妙に美味しかったです。特に卵、もう
絶妙な火加減の黄身がとろって出てくる瞬間はもうそれ以上にもうパンケーキですよ。パンケーキ、あれはもうちょっと中毒性ありますよ。何回でも食べたくなる味、脳天カーンいかれましたよ。思い出しただけで美味しいですもんね。で、他の人は鶏の竜田揚げ丼やケーキセットなどを頼んでいる方もおられたので、もう行った時はもうぜひメニューとにらみ合いっこしてみてください。いっぱいメニューあるんでちょっと悩むかと思うんですけども、僕のおすすめは本当にもうブルーベリーの蜂蜜パンケーキ。ぜひね、奈良から大阪、また大阪から奈良来るときはぜひともお立ち寄りしていただけたらいいなと思います。ここまで見てくれた方はもう奈良のファン、奈良ファンです。僕は奈良って大仏塔しかしかなくないっていうその常識をぶっ壊すためにこの動画作っております。すごい日差し。このチャンネルでは奈良の面白グルメや観光スポット、アクティビティ施設などたくおく自らが体験して見ている皆さんが実際に足を運んでいるような動画を発信しています。次回も奈良の情報について発信していきますので、たくおく面白かったな、次も奈良の情報を見逃したくないなって思っていただけた方はもうぜひともチャンネル登録をお願いします。じゃあ最後、最後暗がり峠で行きましょうか。いきますよ、せーの、暗がり峠。次回もまた見てくださいね。ありがとうございました。影がすごい。